ことぶきエンタメ同好会。映画を中心にエンタメについて語ってます、ことぶきつかさです。さあ、今回なんですけれども、とある役者さんが怒ってるということで、ちょっとお話ししたいと。まず、タイトルを読ませていただくと、東出正宏、ふざけんな。3年前の女性報道はガセだった。写真の真相を明かし、怒り爆発。 嘘も嘘、あり得ないと、ちょっと怒ってらっしゃるんでね、ちょっとこのエンタメニュースについて触れたいなっていうふうに思います。まずはちょっとニュース読ませてください。えー、俳優の東出正宏さんが、まあ、YouTube チャンネルに出演したと、 で、9日に行われた生配信で、過去の週刊誌の報道について、まあ、真相を語ったということなんですね。で、こう、ナンパしたことあるのという問いがけについて、こう、まあ話題になると、東出さんは、えー、渋谷のクラブでナンパしたことがあると、まあ告白したと、まあ若い頃ってことでしょうけど、で、基本的に、自尊心が強いじゃないですか。で、俺は、えー、天上天下、唯いが独尊だと思ってるから、 生地声かけた時に、えー、パッと振られたら傷つくから、えー、まずそこのリスクを負いたくないとしつつも、でもいけるかと思って若いし、武勇伝を作りたいじゃないけど、声をかけようみたいなムーブメントはあったと語ったと。まあ若い頃はクラブとかでナンパしてましたよっていうことなんですよね。また、やっぱ自尊心が強いから、成功するまでトライするっきゃないんですよ。 一回声をかけてダメだったら、ああ世の中わかってない。俺らについてきて、ないよなぁと。 俺らにはついてきてないよなと。で、男同士で肩を組みながら、ああ、まあ心は砕けながらも酒を飲むという感じだったと、まあ、まあ話していると。で、これに対してね、まあディレクターさんが、いや、本当に失敗ばかりですねと、まあ言ったら、いやいやいや、私クラブで東出さんに声かけられて飲み行きましたみたいな人出てきても知らないですよと、まあディレクターさんがまあ、まあ問いかけたら、すると東出さんが、 もうぶっちゃけていいかと。えー、3年ほど前の出来事について話し始めたそうです。で、僕は、え、男友達と落語見に行ったんですよ。上野に。で、上野のガード下で酒飲んでたんですよ。そしたら近くに座ってる女の子たちが、写真撮ってくださいって写真を撮ったと。 ただ、それだけなのに、えー、まあスキャンダルとして、私は持ち帰られましたと、まあ、フライデーに乗ったことがあったんですよと明かしたと。で、東出さんはいや、ふざけんなと。てか、週刊誌すごいねと、まあ、苦い顔になった。嘘よ。えー、嘘も嘘。まあ、あり得ないと。 ま、きっぱり否定したってことなんですね。でね、一方最近では水原一平氏をめぐる騒動をま映画化するにあたり、まあ、映画化だとかね、まあ、ドラマ化なんて噂が今ありますけれども、まあ、東出さんが水原氏を演じると一部で噂されたそうだが、それも嘘だと。で、あんなオファーも来ちゃいないし、同時期にコンフィデンスマン第4弾決定みたいなフェイクニュースも出たけど、それも嘘。 全部嘘と切り捨てたということなんですけれども、えー、今回ね、まあ、まあ、週刊誌報道3年前の話だとはいえ、全くのガセだと、まあ、東出さんおっしゃってて。で、まあ、この論調も含めた上で、おそらく東出さんの、お、まあ、意見、もう正しいんじゃないかなっていうふうに思います。で、なぜならば、まあ、一般的に今週刊誌報道、まあ、特に芸能人スキャンダル、まあ、真意わからないと。 本当嘘みたいな。まあ、このあたりの、まあ、ファンタジーを楽しんでる方はいいんだけれども、ただ芸能人の方からしたら、たまったもんじゃないじゃないですか。でね、今回、まあ、3年前、あれ嘘だったって東出さん言ってんのは、あ僕も例えば一つのエピソードが言うならば、 昔ですよ。もう10年以上前ですけれども、例えばね、あのー、芸能人の方と、あれは打ち上げみたいな形で、まあお酒飲んでたんです。 もう、まあ、ぶっちゃけ有名な、えー、タレントさんも、男性タレントさんも、女性タレントさんもいました。で、僕もたまたまそこ、同席させてもらって、よ、最終的にはその店は、2軒目か3軒目だったけど、4人いたのかな僕も含めて4人いたのかな ?4、5人いました。で、じゃあそろそろ終わりましょうって言って、えー、もう2時とか、あぐらいだったと思いますよ。あれは大貫山のとある店です。で、こう出て行きました。で、するとね、 大観山って、あのー、八幡通りっていうのがメインで、こう、ま、真ん中にこう走ってるんだけど、夜中の2時ぐらいって、ほとんど車走ってないんですよ。ほとんど走ってないの。なんで知ってるかっていうと、僕10年以上大観山に住んでたからなんですけれども、そ,れそんな時ね、黒いね、バンがね、止まってたの。だから僕、まあ、芸能のね、その有名な方もいたから、あれもしかしたら、あのー、可能性ありますよ、と。 週刊誌えー、記者の可能性ありますよって僕言ったんです。で、そしたら、別にほら、何にもやましいことをしてないじゃないただ打ち上げで、タレントさん、まあ、男性タレント、女性タレントもいる中、まあ、飲み終わって帰る。で、その後みんなばらけるだけだから。で、まあ、あかもね、なんて言って、まあ、ちょっと見たけども分かんなかったの、スモーク貼られてて。で、後日、実は、その、お飲み会の帰りのシーン、 えー、週刊誌報道されたんですよ。されたの。でもさ、何の問題もないじゃん。ただ、うん、知り合い同士が飲んだだけだから。びっくりしたのが、よく聞く話かもしれませんけれども、僕、その、何人かいたじゃないですか。完全に消されてました。僕、僕、いないことになってたの。で、その有名なあタレントさんと、 おまあ、女優さんなのかなまあ、女優さんって言い方しようか。この有名な二人は、がこう、大会山のそのお店からこう出てくる感じで、ここに僕いたはずなのにっていうのが、本当にね、い、<laughs> いなくなってたの。っていう時に、いろいろ噂はあるけれども、実際僕体験したから、ああ、こういうガセネタみたいなものをこう作るんだな、なんていうふうにも思いました。あ、あとね、でもね、この前聞いたんだけど、 とある、週刊誌の、まあ、ライターの方、まあ、直接お会いして、ちょっと話す機会があったんですけれども、なんかね、あの、今、週刊衝動いろいろ言われてるじゃないですか。で、まあ、訴訟リスクもあるよと。ただ、本当に今、紙の雑誌が売れなくなってると。で、まあ、一応、今、現段階で何でしょう。じゃ週刊文春が、ま、一番売れている、まあ、週刊誌じゃないですか。だから僕が、ああ、学生時代は間違いなく、 あの、角川のザ・テレビジョンでしたけどね。一番売れてる雑誌が、一番売れてる少年誌が少年ジャンプみたいな頃もあったけど、今のその週刊誌で言うならば、まあ、週刊文誌が一番売れてると。ただ、ことぶきさんと、あまりご存知ないかもしれませんけれども、週刊文誌に一番売れてる週刊誌といえども、紙媒体のみだったら赤字の週もあるんですよって聞いたんですよ。 本当かどうか分かんない。でもそのライターさんは、業界で働いてる人だから僕にそう言った。いや、本当に、あのー、紙媒体だけだと赤字な週もある。で、電子。で、まあ、あの、要は、瞬間分子の場合は、前日に、えー、サブスクでお金を毎月定額で払っているとあ、ネットで見られるんですよね。記事をね。 で、それのサブスクで全部がお、お、お、まってる部分と、あと、まあ、例えばですよ、松本伊都さんの件が、ブワーってこうお、週刊誌で特集組まれてる頃は、紙媒体が売れますから、そんな時は当然黒字になって、赤字文にこう回してるみたいな話を聞いて、プラス、プラス、まあ、正義とは言わないけれども、 要は芸能人スキャンダルネタで週刊文春を筆頭とした、まあ、フライデーだとか、あまあ、身長もそうでしょうけども、が、例えば、まあ、売れるじゃないですか。えー、ビッグネームのスキャンダルは。で、まあ、そのお金を、なかなかこう、発行部数には結びつかないかもしれないけれども、政治ネタ、スキャンダルネタの方に、やっぱりこう、人を派遣するし、お金はかかるわけじゃないですか。 でも、政治ネタをやっても、それほど部数は上がらない、なんていうときも、一応そこに正義はあるみたいな話を聞きましたけど、ただそれを聞いたところで、100%、ガテンが行くかと言われたら、まあ、一応僕も演者側でもあるんで、それは、でも、僕本人に言われたら、たまったもんじゃないなと。で、火のないところに煙が立つということが実際あるから、 実際にあるから、ああ、だからそれは東出さんがね、まあ、今回のその3年前の、その、まあ女性をナンパして、お持ち帰りされたという、まあ、方が、まあフライデーに持ち込んだと。で、記事になったと。で、それはふざけんなって思うかもしれないけれども、まあそれ以外の東出さんのね、まあこの、なんですか、あのー、まあ映画にもなりましたけれども、 あのー、人生のね、このいろいろなこの浮き沈みみたいなものを踏まえた上で、今はもう彼はもうぶっちゃけてますから、では怖いもんなし、みたいな。で、まあ映画でもね、まあ東出さんのドキュメンタリーがこの前、あのー、ありましたけれども、僕見ました、もちろん。で、そこでも、例えば女優の方が、まあ東出さん、まあとある、まあ東京からちょっと離れたところで今お住まいになられてると。で、そこで、 まあ、狩猟ですよね。まあ、本人も最近 YouTube も始めましたけども、で、生活してると、うん、そこにシンパシーを感じた女優さん、まあ、その映画、ドキュメンタリー映画の中では二人だったかなが、東出さんのもとで、えー、まあ、別々にこう、部屋を借りながらっていうか、まあ、お家を借りながら、生活してるみたいな時に、 なんかその女優をなんか二人囲ってるみたいな報道もありましたで。それは東出さん自身が否定してました。ドキュメンタリーの中でも否定しましたね。そんなわけはないって、まあ、慕ってきてくれてるからっていう。だから、うん、ちょっとしたことがこう大きくなってしまうけど、東出さんに場合に関しては、まあ、家族の関係もあったし、うーん、まあ、お相手もいたことがあって、いろいろこう問題になったっていう。ただ、すべてがすべて正しいわけじゃない。 けど、週刊誌は、あ嘘もつくけど、まあ本当も書くっていう、まあ玉虫色な部分を、まあ楽しむぐらいじゃないと、全部が全部こう真に受けちゃうと、かなり、まあ厳しいなっていう。でもね、さっき言ったように、週刊誌って今だからほら、要は、読み物媒体かなり厳しい状況じゃないですか。これね、いたしかゆしで、僕も紙媒体で未だに連載してますから。 だから、神媒体に頑張ってほしいっていう気持ちはあるんです。まあ僕が連載してるのは、まあいわゆるそのゴシップ雑誌、スキャンダル雑誌みたいなとこじゃなく、まあ女性誌とかもちょっとあの連載してたりもするから、まあちょっと、ま一概には言えないんだけれども、でも大きく神媒体の業界が、まあ今そこだと。でもそこから、 今から盛り上がってほしいって思ってる。一時さ、ラジオだってさ、かなりもうきついって言われてて、スポンサーさんも集まんないって言って、で、僕ずっと言ってたらもう今そこだから、これから登るしかないって僕は思うよっていうふうに、まあ偉そうながら言ってたんだけど、でもやっぱり今、音声メディア総合的に僕、活気あると思ってる。だ、一時期の、その、ラジオ界の、その、盛り上がりみたいなものに比べたらどうかわかんないけど、 かなりニュースになってることも多いし、イベントも多いし、なんか、音声メディア、なんかすごく盛り上がってきてるなっていうふうに、ま、実感してるわけ。だから、雑誌も盛り上がってほしいんだけど、今回みたいに、この東出さんがね、要は YouTube でね、あのー、嘘を書かれたって怒ってますとか言うと、やっぱりこの、信用マイレージが、やっぱり、下落すると思うんですよ。週刊誌の。 だから、ファンタジーとして楽しんでるとはいいかもしれないけれども、どうせ、うん、週刊誌なんて嘘ばっかり書いてんだろうっていう人が出たら、もう買わなくなっちゃうじゃん。だから、信用マイレージっていうのはめちゃくちゃ大事だから、やっぱりこの、週刊誌とかの、ま、その、スキャンダル報道みたいなことも当然ね、そのいろいろな松本さんの件もこう、裁判にもなってるわけだし、いろいろな件が、ま、本当に違うと思ったら裁判すればいいし、 あの、有名な方々はね、損害賠償っていう形にまなるでしょうけれども、でもその辺の、この、いろいろなこの、難しいところを改革ってやってきた中で、なかなか、この、読者の目が、こう、確かめられるというか、全部が全部本当じゃない。でも、こういう経緯があるから本当かもしれない。だって、このさ、いや別に、あの、僕そう思ってないけど、今回のこの東出さん3年前のこの、ナンパして持ち帰ったふざけんなっていうんだって、真実わかんないからね。 要は、これは、あ東出さんの A 視点であり、その、多分フライデーに持ち込んだ女性の B 視点もあるわけ。で、これだけ考えると多分、僕、僕は今回の件、僕の経験上、まあ東出さんが言ってることが正しいんだろうなと、思う。思うけど、要は B 視点の、この、フライデーに、あの、言った女性のこの方 え、持ち帰られましたっていうことね。だから、上野のガード下でナンパされて、東出さんに持ち帰られましたっていう女の子、実際いたんでしょうよと。まあ、フライデーが何にもそんな人がいなかったのに、あのー、記事にしたってことはないから、言った人がいるんでしょう。で、今時、まあ、3年前とはいえ、フライデーだって裏取ってると思いますよ。でもその裏取りが甘かったっていう可能性だってあるわけだし、そこは本当にわかんない。本当にわかんない。でも、すべての週刊誌が真実、 とは言えないし、ただすべての習慣諸報道が真実ではないとも言えないっていう、ここのエンターテイメントを読者は楽しむわけじゃない楽しむんだけれども、信用マイレージを落としすぎると、みんな嘘だよってことで、購買には繋がらないよっていうふうに、今回思いました。えー、エンタメニュース東でまさひろふざけんなと。 いう話でしたね。あ、ちなみに僕は、あ一度、東出昌大さんに直接、対面で、インタビューさせてもらったことがあります。で、ちょっとお話ししてる時もあるけど、場所もあるけど、あのー、何百人っていうね、日本の俳優さん、アメリカの俳優さんに、インタビューしてきましたが、東出さんの、印象は、トップクラスで、えー、純粋で、えー 少年性が強く、レスポンスも早く、で、ここがすごく珍しいところなんですけれども、俳優さんなどがまあ女優さんも男優さんもインタビューすると、やっぱりなんかちょっとまあ照れるというか、ちょっとこう伏し目がちでお話しされる方が多いんだけど、東出さんはね、ずっとね、僕の目見てましたね。見てた。だから、あこの方は純粋な方っていうかまっすぐな方なんだなっていうのは、 すごく思った。あと人懐っこさもあった。ただその裏側で、例えばこのなんでしょうかね、プライベートでいろいろこ飲みに行ってるだとか、女性の話なんてのは聞いたことがあった。でもだからといって別に他の役者さんだっていっぱい聞いてるから、だからって東さんが特別ね、なんかこの、 女性と、なんか、深い関係がどの子の、みたいなのはもう全然思わなかったけど、まあ、いや、でも普通に成人男性としてなんていうふうに思ってたけど、僕の純粋な、あイメージは、あ非常にね、あの、少年性っていうか、本当になんか言ったこと全部答えてくれて、ずっと目を見て、なんていうふうなイメージがありますからね。だから僕は直接お会いした時のインタビューの印象は全然悪くなかったですけれども、 まあちょっとね、今東出さん色々な活動してますけれども、まあ3年前の女性報道はガセだったというエンタメニュースについてお話しさせていただきました。えー、ことぶきエンタメ同好会では、あ平日、まあほぼ毎日、えー、少なくても週の平日3本か4本は、 え、エンタメニュース一本取り上げてお話ししてます。もしよろしかったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。以上となります。それではまた次回お会いしましょう。えー、ことぶきつかさでした。